はい、超駅太郎です。えー、相談のね、えー、お答えということです。早速行きたいです。相談したいのは、世の中の理不尽との向き合い方です。えー、私は、田舎生まれ、田舎育ち、どうも人間関係をうまくできません。例えば、何でも意見を言ってね、と、年長者に言われ、発言すると、次の日から嫌がらせを受けたり、まあ、あの、仕事をしている、あの、 のところに本人の A 社の仕事をしたら同業の B 社に勤める家族がパワハラを受けたりそういうことが起こったりするそうですねもちろん仕事上の守秘義務は家族の間でも守っているし B 社と専属契約をしているわけでもありませんこのように田舎では年長者や支配層に忖度して行動しなければいけないという目に見えないルールが色濃いように思います 私はこのルールが分からず、何度も辛い思いをしました。理不尽なことなので、言葉を言わず嫌がらせをしてコントロールしようとするところ、それを当然のこととして受け入れる田舎の風潮にも違和感を感じます。 えー、役太郎さんのお話にもある通り、世の中は理不尽なものだと理解しておりますが、もっと辛い思いをされている方がたくさんいらっしゃることも、それでもなお悲しいと思ってしまう頑固者の私です。楽になるような考え方はありますでしょうかということなんですが、えー、ね、まず、ここは一つ、そうなんですね。この、どういうこれ、私もすごくわかるんですよ。これ、一つは、あの、 まず簡単に思うのは、健康に、えー、きちんと生きてれば、その人たちは先に死んでいくんで、というか、<laughs> まずそうです。それと、もう一つはね、この方たちも元々そうであったわけじゃないですよ。自分たちも若い時があって、ま、村の町のしきたりでそうなっていってるんです。なっていってるんですよ。で、自分がその年長になった時に、本当はされて嫌なことをしているんですよ。 本当は、されて嫌だったらしなければ、この、シキタリアルールはどっかで打ち破られるんで。多分、このご相談者のあなたがなられた時はしないと思うんで、そういったものは消えていくんですけど、悲しいからその人たちは自分がその立場になったら同じことをするんですね。なので、まあ、ろくなしに言い方をしません。<laughs> ね、はい。 あの、田舎なんでお葬式に行くと思いますけど、はい。多分そういうことになる。そこを変えれない。本当にこれ、あれなんですよ。田舎だから優しい人がいて、ほのぼのの、あの、のんびりじゃないんですよね。本当にそこだけなんですよね。私もね、えー、こういう話をしたときにね、すごいところで競争し合う。 あそこの家が、この、家を建て直したら、もう、あそ、あの、隣の家より大きく、あそこの屋根より立派な、あそこの柱より立派なとか、もう、そんなとこで見栄を張らなければ、張らなくてもいいのに、みたいなね、いうことが多いんですね。で、あの、そしてね、私ね、気になったんで、この方の、 このツイッターの方を見させていただきました。で、どういったことのお仕事をやってるかっていうことを言っちゃうと分かっちゃうので、例えばこの方がね、えー、焼き物を作っている。こう、ろくろをして作ってるとするじゃないですか。あの、私が素人で見ても素晴らしいものを作ってるんですよ。えぇ、ー、って、もうこの方のね、その、性格が分かるような、はい。 優しい、あの、非常にもの作品からも人柄が滲み出てくるようなものができているんです。で、もうあの、長くやってらっしゃって、それなりの地位と評価はあると思うんですね。はい。で、やっぱりそこが妬みでもあるんだと思います。うん。あの、本当はその街や地域で誇らしい。 っていうことのあるんだけども、どこかで妬ましい、妬み、嫉妬っていうのがあるので、まあこれは仕方がない、思いますね。うん。だけどこの場合、地域や場所を変えるわけにもいかず、えー、その作品を、ね、作風を変えるわけにもいかず、手を抜くわけにもいかないんで、まあ一つここまで我慢したので、その方たちがお亡くなりになるのを待つと。 物が言えなくなるまで待つということが一つ。として、そうなっていったときに、ご本人は同じことをしないねそこです。そこが大事なところです。知らず知らずのうちにそうなっていっちゃうので、そうしないということで、その負の連鎖を断ち切るという役目があなたに終わりなんだと思います。あのー、本当に妬みっていうことだと思います。それなので、何か違う形で意地悪や、その才能、 にね、近づけないし、到底及ばないから、そういった形で意地悪するしかない。これがね、やっぱり人も多く、都会だったらそんなことやってられないっていうのもあるんだけど、ちっちゃい狭い地域でそこしかないと、もうそこしか入ってこないと、もうそうなってしまうっていうね、これもう本当に、この田舎ならではの弊害だと思います。以上です。